さあノンタイトル戦ですが、世界ランカーと韓国チャンピオンの注目の対戦です。スーパーバンタム級 56.2 キロの契約ウェイト10回戦です。世界スーパーバンタム級7位、並びに WBA 世界バンタム級9位、122パンド4分の1天竜マルキチーム所属、石井浩三。さあ後楽園ホール初見山、世界ランカー石井浩三です。青コーナー、韓国バンタム級チャンピオン、124パンド、韓国シン・パルマン。今日の石井の相手は侮れません、現在の韓国バンタム級チャンピオンシン・パルマン、28歳です。ジャッジとレフェリーが紹介されます。レフェリー村谷信明。さあ初めての後楽園ホール、世界タイトルマッチへのステップアップとした石井浩三。今日は韓国チャンピオンが相手です。さあ第1ラウンドのゴングです。ゆっくりとリング中央に向かいました石井浩三。白いトランクス、赤いトランクスは韓国チャンピオンのシン・パルマンです。軽くお互いにまず左を伸ばしていきました。まず第1ラウンドは大体様子を見ていきますと話していた石井浩三です。大橋さん、今までも大体そんな展開でしょうか。まず1ラウンドというのは、ね、いつも通り、ね、この左のジャブをついて、ええ、様子を伺って、これいかに、ね、はい、打たせないで入るかというのを待ってますね。そうですか、うん、軽くジャブから今右を伸ばしていきました石井です。ジャブを伸ばしていきます。まず沼さん、お互いに慎重にちょっとこう見てるかなという感じでしょうか。まあ、そうですね、あの石井も落ち着いてるし、はい、まあ、ジャブでもその右でもこう見てますと伸びがありますよね、パンチにですね。はい、伸びがあります。石井は身長が164センチ、一方のシン・パルマンは169センチ、リーチに若干差があります。静かな立ち上がりになりました。左も、ね、ええ、左ちょっとその角度変えてですね、はい、ええ、手を出してますからいいんじゃないですか。正面からいかないですからね、ええ、左の角度変えてですね、左を軽く当てます。ジャブが入っています。石井浩三、これは右、左、ええ、早くも行くか。KO 率は7割近い石井浩三。今見せた、ね、左服が、ね、非常に強いパンチ持ってるんですよね、ここ現在11連勝中。おっと今右をもらいました。右です、中の右、より、まあ、あの真の、ね、右に一発食ったんですけど、ちょっとそのガードが、ね、低いかなっていうのは、ね、見方はしてるんですけども。そうですか、はい、ちょっと下がり気味ですかガードが、まずね、もう少しその拳半分ですか、はい、上上がった方がですね、避け切れると思いますけども。そうですか、まだプロ入り以来ガードがありません。右を伸ばしていきました石井です。左のジャブ、まあ、あの全体的なそのバランスも、あのしっかりしてますからね、はい、仕上がりは非常に静かな展開です。さあ一緒になるか、右をかわして左を入れました石井、右、あの、ね、左にかぶせたあのミニクロスもね、いいパンチ持ってるんですよね。そうですか、左、今日特に石井選手すごく非常に落ち着いて ね、 そうですね、ボクシングやってます ね、 ね、この辺がねすごい成長したところだと思いますね、はい、そうですか、いいです。さあ早くも石井が攻勢です。第1ラウンド何発かいいパンチが入っています。石井はまだ21歳という若さ、シン・パルマンは28歳、左このジャブが入っています。ここで第1ラウンドが終了しました。石井浩三後楽園デビュー、まずまずのスタートです。中学時代あの辰吉丈一郎に憧れてボクシングを始めました。現在 WBC スーパーバンタム級7位、世界ランカー石井浩三21歳。
ここまで19戦して18勝1敗 12KO7 割近い KO 率を誇ります。名古屋の KO キング。第2ラウンドに入ります。皆さん、まずまずのスタートと言ってよろしいんじゃないでしょうか。はい、まあ、そうですね、新と一時比較しますと身長差は違うわけですよ。そうですね、うまくその左にね、角度回転、角度回転でその攻撃している、感もなかなかいいと思いますね。そうですか。はい、大橋さん、これまでの第1ラウンドと比べて今日の石いかがでしたでしょうか。そうですね、左ジャブがね、実にスムーズに出るようになってますね。はい、まあ、彼の持ち味はこれから接近戦に持ち込んで、そこでのこの接近戦の打ち合いですね。それが本当の持ち味ですから、まだねその辺がまだ出てないんで、そうですか、その辺をちょっと楽しみにね、見たいですね。はい、とにかくスパーリングでもパンチが次から次へと出てきます。おっと右、ハルマンもこのラウンドは手数を出してきます。ハルマンも石の左に右を、合わす作戦に出てきましたね。そうですか。そのあたりは、はい、青コーナーパルマンサイドですね。キム会長は、はい、とにかくもっと左を出すようにと、それから石の右フックに要注意ということを言ってますね。そうですか。はい、右が伸びてきました。今日の青コーナーは田原博史アナウンサーです。国吉さん、はい、赤コーナーなんですがね、丸木会長、上場の立ち上がりですかと聞きましたら、まずまずですという答えが返ってきました。そうですか。で、大橋さんから指摘ありましたが、非常に落ち着いているというのは会長も感じているようですね。そうですか。カウンターをもらわないようにというのがまずの注意です。赤コーナーは大熊英二アナウンサーからのリポート。おっと、左先に入れました。惜しいです。ジャブをついていきます。このジャブはほとんど入りますね。逃げー、この後楽園でも本領発揮か。第2ラウンド早くもダウンを奪いました。スピードある、ね、はい、ミニクロスでしたね。さあ一気に行くか。第1ラウンドはやや様子を見ていった石井、右さあ、ね、あー止めた、早い、早すぎる KO 撃、鮮烈の後楽園デビューです。まさに名古屋の KO キング、石井光三21歳、韓国チャンピオン、全くものともしませんでした。あっという間の KO 撃でした。一段と伸びましたね。そうですか。強くなりましたね。いや、2度のダウン、あっという間に韓国チャンピオンをリングに葬り去りました。いやいや、野田さん、この石井は本物ですね、どうやら。そうですね、まあ、ハードパンチャーの割にはその手数も出るしね、最後はもうコンビネーションブローで ね、フィニッシュですけども、これは画面は最初のダウン、はい、右のクロス、やはりそのパンチあるんですね。はい、はい、それとその強烈なね、パンチは打ってないように見えたんですけども、もう最初のダウンでかなり効いてるっていう感じでしょうかね。しもその足につきたんですからね、いや、名古屋の KO キング、まさに石井光三、さすがに KO 率7割を誇るハードパンチャー、韓国チャンピオンをあっという間にナックアウトしました。ディフェンスが課題かというようなご指摘もあったんですが、大橋さん、はい、ほとんど今日は打たれてないっていう感じでしょうかね。そうですね、それとどちらかというと左右フックが主体の選手だったんですけれども、今日はこう左ジャブ、まあ、倒したミニストレートと、そうでしたね、これストレート系のパンチが加わってましたからね、この辺が、非常に成長した点だと思いますね。そうですか、またさらにステップアップして成長してますか。はい、リング上では現在その石井光三の表彰が行われております。正式なナックアウトタイムは2ラウンド2分ちょうど、非常に序盤でのナックアウトが多いこの石井なんですが、初めてやってきたこの後楽園ホールでも見事に韓国チャンピオンをナックアウトで破っております。2ラウンド見事なナックアウトを見せました。今日も勝利を収めています石井光三、そのインタビューです。さあ、それでは見事な KO、 さすが名古屋の KO キングでございます、石井選手にお話を伺います。おめでとうございます。ありがとうございました。あまりにも早すぎるんじゃないかという声もありますが、見に来てくれる皆さんにはよくお前の試合見に行くと早すぎるとか言われるんですけど、本人そんな余裕ないんで一生懸命やるだけで、はい、もっと面白い試合もっと皆さんに見せれたらなと思います。今日の試合は満足ですか。もうリングに上がると何も頭の中空っぽになっちゃって、
何にもできないんですけど、はい、満足だと思います、はい、見てましたら非常に落ち着いて見えるんですが、そんなことないですか。最初は強いなと思ったんですけど、だんだんもうカットになっちゃったらもう分からないんで、はい、だいぶスムーズにできたと思います、はい、東京のこの後楽園初めてでしたがどうですか。いや、すごいやっぱ地元の方がいいんですけど、やっぱこうやってわざわざ地元の方からはるばるバスで5時間もかけて講演会の皆さん来て8時間はい、皆さん来てくれていただいたんで、はい、すごく感謝してます。さあ、世界へのステップを一つずつ上がってます。次は中南米のチャンピオンと聞いてますけど、はい、あ、チャンピオンがメキシコなんで、メキシコの相手とちょっとでもやって感覚をつかめたらなと思って、はい、ベルト取りたいと思います。8時間もかけてきたファンに心強い一言。あ、これから全部 KO で勝ちますんで、また遠くからはるばる皆さんいつもありがとうございました。本当インタビュー下手くそなんですけど、また応援よろしくお願いします。おめでとうございました。素敵なインタビューでした。ありがとうございました。普段は非常におとなしい真面目な好青年タイプの石井光三なんですが、いや、今のインタビューを見てましても大橋さん、とてもなんか21歳には思えないんですけどもね。そうですね、なんかこう堂々としてますね。今インタビューにもありましたように、今年の6月に中南米チャンピオンメキシコのロレンソと世界タイトルマッチ前哨戦、そして今年の秋以降に世界タイトルマッチという予定になっております。おそらく皆さん今年中に世界挑戦というのがあると思うんですが、まあ、そうですよね、期待してるんですよね、はい、世界チャンピオンになる可能性はいかがでしょう。まあ、ただね、今日ちょっと僕初めて見たんですが気になる点、ガードの甘さ、まあ、おそらくそのディフェンスですね、はい、これからしっかりしていかないと、世界取りにはちょっと厳しいような印象は持ったんですけどね。そうですか、はい、それ世界はまだ、直してもらいたいと思いますよね。そうですか、はい、2ラウンドわずか2分でこの石井光三が韓国チャンピオンシン・パルマン全く寄せつけませんでした。大橋さん、同じ質問なんですけども、そうですね、今日この石井選手はいいパンチが当たってから、この接近戦での良さがあるんですけども、今日それがちょっとなかったんですけども、そうです、まあ、出ないうちに終わっちゃったんですね。そうですね、出す前に終わっちゃったっていう感じですもんね、まあ、やはりね、まあ、メキシコのチャンピオンというのはテクニックがありますけれども、そのテクニックを粉砕するだけのパワーと前進力っていうのは石井選手は十分持ってると思いますね。そうですか、僕は十分ね、世界取れる可能性はあるんじゃないかなと思いますけど、まだ21歳ですからね、世界を取るためにこれが必要だというのは大橋さんから何かありますでしょうか。そうですね、やはり沼田さんがおっしゃられた通りのディフェンスですね、この左、相手の左ジャブをいかに食わないか、その辺がちょっと課題になるかと思いますね。そうですか、やはりディフェンスが今後の課題ということになりますか。先ほどの第2ラウンド2分の KO シーンを今ご覧いただきました。いやー、しかし本当に今さんね、楽しみな選手がまた名古屋から、まあ、また21歳だしね、今後、まあ決定を直してですね、まあ、とにかくその左角度を変えていい打ち方してますからね、はい、そういうところはどんどん伸ばして、世界に前進してもらいたいですよ ね、 そうですね、はい、あの辰吉に憧れてボクシングを始めたという石井光三、その辰吉を、まあ、スパーリングでダウンさせたこともあるというまさに名古屋の KO キング石井光三が今日も韓国チャンピオンシン・パルマンをわずか2ラウンドで破っております。対戦成績、これで戦績が20戦して19勝1敗 13KO ということになりました。今日の解説は沼田